ラチャ・アバネシアンは、アルメニアのバイオリン奏者、レニナカンの出身。6歳でバイオリンを始め、1993年から、エレバンのチャイコフスキー音楽学校であるタシェス、クルチャンにバイオリンを学ぶ。1996年には、アルメニア共和国主催のコンクールで、ジュニア部門とシニア部門の両方でエントリーし、そのいずれもで優勝を果たしたことで、 アルメニアの若きビルツオーゾたちのメンバーとなり、世界各国に演奏旅行に行って、見分を広めた。2003年にはベルギーに移住し、2008年までブリュッセル王立音楽院でイーゴリオイストラフの下で研鑽を積んだ。2007年からはエリザベート王妃音楽大学でオーギュスタン・デュメイの訓当を受けた。2006年のイエフでメニューイン国際バイオリン。 コンクールと2008年のカールニール戦国際バイオリンコンクールのそれぞれで優勝した2019年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年4月25日閲覧ラチャ・アバネシアンバイオリンリサイタル2019年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年4月25日閲覧ラチャ・アバネシアン 2019年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年4月25日閲覧52019年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年4月25日閲覧ストリーズプリービアスウィナーズ2019年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年4月25日閲覧 ありがとうございます。